よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どっちがどっち、こうか。そうです、コードが出てるのが左です。ご覧の皆さん、こんばんは。あなたは愛されてるラジオ始まります。よろしくお願いします。さあ、まもなく始まりますね。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ハレルヤー、いかがお過ごしでしょうか。ハイサイグスヨチューガナビラ、あなたは愛されてるラジオの時間が始まります。この番組はイエスキリストの愛をお伝えする福音放送です。福音、幸福の福、幸福の福に音楽の音、音と書いて福音と読みますね。福音、良い知らせ、英語でグッドニュース、そのままですね。今からおよそ2000年前、私たちを救うために神が人となってこの地上にお生まれになりました。この方こそイエス・キリストです。この方を救い主として心に受け入れるなら、私たち一人一人の人生は新しく生まれ変わります。イエス様が一緒に歩んでくださる人生、神様によって祝福される人生へと変えられます。神様はあなたを幸せにしたいと願い、イエス・キリストを地上に送られました。そんな素晴らしい約束が神様の言葉をまとめた本、聖書に書かれています。神様は必ず約束を守られるお方です。そんな神様の愛を分かち合う番組、あなたは愛されているラジオです。あなたは心からイエス・キリストに愛されていますよ。この番組を担当します、沖縄ゴスペルファミリーチャーチの宮地光です。よろしくお願いします。私自身がイエス・キリストに出会ったのが14年前になりますね。44歳で出会いました。それまでイエス・キリスト知りませんでした。十字架にかかったぐらいのことは知ったけど、なんで十字架にかかったのか、そんな惨めな死に方をした人がそんなに偉いのか、なぜそんなに崇めなきゃいけないのか、全く理解しませんでしたね。しかし14年前にイエス様に本当に出会った時に、あ、この方は私の代わりに十字架にかかったんだ、私は愛してくださってるんだっていうことを知りました。そしてイエス様を心に受け入れた時、本当に心の中に大きな変化が起き、そして人生が変わってきましたね。はい、そしてこうして、イエス様の素晴らしい愛を、お伝えすることができています。感謝ですね。この放送は今生放送で FM ギノマ、8時まで1時間お送りします。そしてあさって土曜日朝10時から系列の FM コアタで、収録でお送りしますので、こちらもよろしくお願いします。さあ、沖縄は梅雨の真っ只中ですけれども、よく降りますね。しかし今日は天気良くて、気温も、そこそこ上がって、過ごしやすかったですね。
また明日から崩れるのかな。はい、梅雨の中休みというようなことですけれども、コロナウイルスね、沖縄相変わらず本当に今日も2300名ですかぐらい超えてますよね。多いですね。本当に気をつけてくださいね。もう身近なところ、自分はまだかかったことないんですけど、もういつかかかってもおかしくないっていうことですね。もう本当に、この困難の中でも、神様を、褒め称えて、神様の愛を共に分かち合っていきましょう。よろしくお願いします。こんばんは。いつもね、ありがとうございますね。ちょっと休みが多くてすいませんね、頑張ってきますので、イエス様の愛を共に分かち合っていきましょう。あなたは愛されているラジオです。さあ、先月ですね、ゲスト出ていただいたんですよね、エルシャダイ、はい、賛美チームですね。その時その夜ですね、小坂忠先生、ゴスペルシンガーで、牧師だった小坂忠先生が、天に召されました。73歳、若いですね。癌で、手に召されましたけれども、もうね、まあ自分はまだ10年ちょっと14年ぐらいのね信仰生活ですから、よくし、最初の頃は知らないですけど、本当に50年にわたって賛美を、本当に日本のね、賛美をリードし続けた方ですね。まあ自分が2年ぐらい前ですかね、買った、CD、もうミクタムレコーダーっていうレベルを作られて、どれぐらいの曲作られたんですかね、数百曲、ひょっとしたら500曲とか1000曲近いのかもしれないですね。僕が買ったその赤本と言われる、CD10 枚セットですかね、これだけでもう180曲ぐらい入ってるんですよね。で聞いてみると、教会で、まあ、半分ぐらいは聞いたことがあるっていうね。でこれ以外にもいっぱい、知っている曲、まだおそらく教会とかでよく歌ってるんだけど、小坂忠先生が作られた、これそうなのみたいな曲が多分何曲もあるんじゃないかなと思ってですね、今日は小坂忠先生の曲をね、なるべく、たくさんかけようと思ってますが、自分はキリスト教系の、障害者のデイサービス、
で介護士してるんですけど、まあ、キリスト教系なんで、あの会社に牧師がいるわけですね。チャプレンって言いますけど、あの、まあ、会社とかそういう組織に中にいる牧師のことをチャプレンって言います。英語で言いますね。チャプレンが何人もいて、週に1回、こう楽器持って出張してきて賛美してちょっとしたメッセージをねしてくれるんだけど、まあ重度障害者の施設なので、そんなあの込み入った話もできませんし、またほとんどクリスチャンじゃないですね。まああの洗礼とかそういう教会とか行ってないし、洗礼も受けたこともない、まあ、職員の中には何人かいますけども、でも賛美大好きなんですね。でまあ何曲かね、4曲5曲30分ぐらいの間に、5曲ぐらい歌うんですけど、何歌うって言った時に一番最初に、本当に賛美大好きな、利用者の方が、言うのがね、さあ賛美しようって言うんですよ。でさあ賛美しようから始まるんですよ必ずね、これ小坂忠先生の作った曲ですね。もう本当にね分かりやすくて、もう本当にこう聖書の言葉をしっかり歌詞の中に大事にしながら、たくさん曲をね作られた方ですね。73歳もう本当に若い時は、芸能界で、バンドやったり、20代のね前半に一緒に活動されてた方もそうそうたるメンバーですね。今多分重鎮になられて、細野晴臣さん、松本隆文さんと同じ、21歳ですか、同じところでバンドやって、あと松任谷正隆さんとかですね、後藤継俊さん、大御所ばっかりですね。一緒で、まあ、芸能界をから、まあ、脱落っていうかね、つまずいて、そこからクリスチャンになって28歳でクリスチャン、それから、ビクタムレコードってレコード会社、そして賛美を作っていく、そして牧師になるということでね、本当に、クリスチャンとして50年近く駆け抜けた方ですね。はい、さあちょっとねじゃあ聞いてみましょう。さあ賛美しようから聞いてください。救いの御は讃えよ、讃美主を救いの御は。
はい、さあ賛美しようでした。まあ教会に行かれてる方だったら必ず聞いたことあるんじゃないかなと思う。まあ教会にもよると思うんですがね。まあこの芸能界でつまずいた、まあね、まあぶっちゃけ言うと覚醒剤使用で、芸能界からまあちょっと追放とような感じですね。自分もね薬物依存で本当に、とんでもないことになってから神様に出会って救われて、こうしていますから、なんかちょっと親近感を感じますね。しかし本当に、芸能界におられても、すごい活躍されたと思うんですけども、芸能界じゃなくてこの、クリスチャンの世界で教会で、いっぱい賛美作ってね、何百曲も作って今も歌い継がれて、ものすごい影響を与えて、本当に神様が選んで、この教会の世界にね、連れてこられた、そういう器として、そういう器として、お使いになった、用いられたっていう、本当にそういう方ですね、祝福された方だったですね。はい、さあもう一曲聞いてくださいね。もう自分がね、独断と偏見で好きな曲選んでますけども、これはですね、エリアの日って曲ですね。聴いてください。
はい、あなたは愛されてラジオをお送りしております、4月29日にゲストに出ていただいた、ゴスペル賛美チームエルシャダイ、このエルシャダイをですね、ギリシャ語じゃないですかって言って言ったんですけど間違えてしまうね。ギリシャ語じゃないですね、ヘブライ語、ヘブル語ですね、ユダヤの言葉ですね。旧約聖書に出てくる全能の神、全能の神っていう言葉ですからエルシャダイ。旧約聖書はギリシャ語は使われてませんね。新約聖書からギリシャ語を使われてますけども、旧約聖書ですか、エルシャダイはヘルバライ語でした。失礼しました。そして、このメンバー、キーボードが今、いなくてキーボードを募集ということで、告知ですね、まっちゃんから告知してますね。まっちゃん、MATCHAN まっちゃん .m.m05@gmail.com、まっちゃんですね、 MATCHAN.m05@gmail.com、こちらにキーボードやりたいっていう人いたらぜひ募集中だそうです。電話番号も、申し上げておきましょう。 090-8353-3972 090-8953-3972 まで、エルシャダイで、キーボードやりたいっていう方いらっしゃったらぜひね参加してください。はい、さあ、今日はまあ、恵みの中を歩むって、もう信仰生活、イエス・キリストを信じるっていうことは、まあ、宗教ね、クリスチャンじゃない人、イエス・キリストを信じてない人から見ると自分なんかはキリスト教徒って見えるわけですよね。自分もね、クリスチャンじゃない時はアメリカはキリスト教徒が多い国だなとかですね、最近はなんか大統領を選ぶのにも、教会が影響を与えている、キリスト教原理主義者が増えているとかっていうね、自分がまだクリスチャンになる前は、マスコミでしたから、そういうことをねすごく、教えてくれる、大学の先生がいて、アメリカ大変だなって、そんななんか原始宗教みたいなのに、戻っていく、顔面で、頭の硬い人たちがいっぱい増えてて、とんでもないことになってんだなみたいなね、まあ、今でもね、トランプ大統領の選んだのが教会が影響を与えてるとかっていう、そういうニュースがね、出ますね、また YouTube とかでね、そういう見方を自分もしてましたけど、でも宗教、クリスチャンって言い方はキリスト教徒って言い方じゃないですよね。クリスチャンはキリスト者ですね。キリストを信じるものであって、キリスト教を信じてるっていうわけじゃないですね。まあ、宗教の分類にされちゃうとキリスト教徒っていうことですけど、自分はキリスト教徒ですって言いませんね。クリスチャンですっていうのはキリスト者ですね。キリストにあるもの。はい、そういうことでね、宗教っていうとね、なんかルールがあって、まあ、聖書の世界では律法って言いますけどね、殺してはいけない、盗んではいけない、会員してはいけない、あなたの父母を敬えとかね、まあ、命令があって、特に何々してはいけないっていうのがあるんだけど、まあ、大事な、ことなんですけどね、殺してはいけない、盗んではいけない、会員してはいけない、まあ、これ順番違うですね。殺してはいけない、会員してはいけない、まあ、浮気とかね、そういう不倫とかいけないって言いますよね。そして盗んではいけない、なんだけれども、そういう何してはいけないっていうね、ルールで言うと神様はそれ無理ですよっていうわけですよね。守れないよって、そういうルールが欲しいんだったら、まあしょうがないあげますけれどもっていう形で、モーセの10回って神様くださったけど、だけど正しい書き付きですね、あなた方は守れないよっていうね、はい、うん、そしてそれから
だいぶ経ってイエス・キリストがこの地上に来られて、神が人となって来られて愛を示されましたね。そして十字架にかかる、人の罪を背負って身代わりになって生贄になるということですよね。そしてイエス・キリストが全ての罪を、贖った、全ての罪を背負って、罪をなくした、死にも勝利してよみがえられた。だからイエス・キリストを信じれば自分の罪も、清められてということですね。そしてイエス・キリストと共に生きる、イエス・キリストが私たちにの中で働いてくださってということで、もうルールを守るっていうことじゃなくて、イエス・キリストと共に歩むっていうことで、そういうやってはいけないルールはクリアされるっていうことですね。はい、恵みの中に歩む、それはもうすべて神様の恵み。だから何か行いで、良いことをしないければしないと救われないとか、そういうことではないんですね。聖書お読みしたいと思います。エペソ人への手紙2章、3節からですね、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も頼ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストはイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。はい、全ては神様の恵みの中にあるっていうことですね。だからやっぱ宗教に生きるっていうのをね、やっぱり考えてしまいますね。外を見るとね、まあ今自分なんかは、いつも、ウクライナのとロシアの戦争のこととかね、毎日本当に固唾を飲んで見守ってる、YouTube や、ニュースでね毎日確認してるんですけども、まあ、ロシアっていう国がね、もう本当に、ロシア正教っていうね、まあ、ソ連時代、共産主義の時代はもうほとんど壊滅状態だったんですね。そして今ね、ニュースとかでね見られてる方もいらっしゃると思うんですけど、このロシア正教会の、トップキリル総主教っていう方は、まあ、このソ連時代から、まあ、司祭、神父のようなことですね、司祭をやられてて、まあ、KGB のね諜報機関のエージェントだったっていうね、まあ、壊滅状態の教会を本当に立て直すために、亡くならないために、まあ、そうやってね国の方針に、まあ、無理やりに従いながらだったのかもしれませんけど、そのまま今ねトップになって、まあ本当に国と一体化してですね、まあね、ああいうのを見ちゃうと本当に宗教ってどうしようもないなっていうことですね。我が、キリスト今日の世界とはいえ、もう本当に神様の道具になる信仰の中で、まあ、通りよき管にしてくださいとかっていう祈りをしますけれども、通りよき管っていうのは神様ご自身が私たちのを通して働かれる
っていうことですね。だから神様が私たちを、人間を信じる者を道具として使われるっていう状態になるのが、まあ、信仰のあり方なんだけど、あの方たちはね、プーチン大統領も神様を道具として使ってますよね。まあ教会を道具として使って、自分の欲望を満たすために使っているとしか見えませんね。本当に神を恐れるでないのか、恐れないのかっていう感じがしますけど、まあああいうのも見るとね、やっぱり教会は人のすることだから本当に間違いが起こりますね。私たちの身近でも本当に教会の間違いっていうのは、いますけれども、と気をつけなきゃいけないんですが、しかし神様は完全無欠であって、本当に良いお方であって、その神様の教え自体は全然間違ったものがないですね。互いに愛し合いなさいとかですね、うん、なのでね、難しいとこですが、そういう間違った教会を見て、この、イエス・キリストに絶望しないでいただきたいなっていうふうに思いますね。恵みの地とかですね、恵みの歩み、という本を書いた方がいます。スティーブ・マクイベイっていうアメリカの牧師さんなんですがね、この本は自分大好きでね、日本語にも、3冊、恵みの歩み、恵みの地、恵みの歩み、恵みの歩みが最初ですね、もう1冊あったんですが、その恵みの地にこういう文章がありますね。恵みの地ではもう神のために働かない、すごいですね。恵みの地ではもう神のために働かないというタイトルで、こんなエピソードが書いてありますね。このスティーブ・マクベイさんが飛行機に乗ってたんですね。ちょっとお読みしましょうね。タイのバンコクからインドのニューデリー行きの飛行機に乗っていた時のことです。アミットという30代の出張帰りの男性と話をしました。まあ、これ飛行機の中で隣り合わせたんですね。仕事によって人の価値を判断するようなことがよくあるのですが、彼は私が何をしているのか尋ねてきました。聖書の教師であると答えました。聖書の教師ですってと彼が言うので、はいそうですと答えました。別に喧嘩をふっかけるつもりは、別に喧嘩をふっかけてくるつもりではなく、ただ会話を続けただけでしたが、アミットが私は宗教が嫌いですというのです。それで私も嫌いですと答えました。私の答えを無視するように、宗教は多くの争いの原因ですよ。その通りです。違う宗教同士が争うばかりではなく、同じ宗教でもいざこざが絶えませんと私が答えました。アミットはちょっと戸惑いつつ、キリスト教は人々をコントロールしようとしていますと言いました。そう、その通りですよ。キリスト教はその点ひどいものですよと答えたのです。アミットはこちらの方を向いて、お仕事は何て言いました？ お仕事は何て言いましたっけ聖書を教えていますともう一度答えました。でもあなたは宗教がお嫌いのように聞こえますがと彼が言いました。大嫌いですと言うと、彼が目を白黒させているのが分かりました。アミットさん、私はイエス・キリストの真理を教えています。キリスト教という宗教と聖書の教える誠の信仰とは全く違うんです。それから1時間ほどアミットと2人で宗教とイエス・キリストとの個人的な関係を持つことにとの違いについて語りました。イスラムの人々がコーランの教えを生きようとするように、多くの人がキリスト教という宗教を聖書の教えを生きることによって成し遂げようとしていると説明しました。
誠のキリスト教、まあ、真のキリスト教というものはイエス・キリストと結びつくことで、ただ彼を信じその命を受け入れることであると話しました。ニューデリー空港に近づいた時、アミットが興味深いことを言いました。宗教としてのキリスト教と真のキリスト教の違いを初めて聞きました。これでよく分かりました。宗教としてのキリスト教とは、聖書の教えを守ることによって神に仕えようとすることであり、真のキリスト教は信仰によってイエス・キリストの命を心に受け入れ、その日からキリストがその人を通して生きるということですね。失礼。すごいと思いました。彼は私が救われてから29年間分からなかったキリスト教の真理を理解したのです。はい、ね、宗教とイエス・キリストを信じる信仰とは別物だっていうことですよね。はい、まあ、そういうことで、はい、イエス・キリストに目を向けていきましょう。クリスチャンもね、そして、まあ、本当にこれロシアこれからどうなるか分かんないですけどね、もうなんかとんでもないですね。まあ、あの語弊ある、あの、数年前に建てたあの 軍の、教礼拝堂、これがあれですよね、戦利品の鉄とかを溶かしてこの礼拝堂を建ててるってね。昔自分靖国神社の本を、ね、書いた時に、靖国神社の鳥居とかがね、日清戦争とか日露戦争の戦利品で、を溶かしてその鉄で、とか銅でね作られてるんですよね。全く似た感じですね。もう本当に、しかしもうね、いずれ、この、ギリシャ正教もねまた改革されたらいいなと思いますね。やっぱ間違ってますね、あのあり方はね。そしてまた自分と同じプロテスタントの福音の派の、クリスチャンも、まあ、全然ニュースなんかに出てこないですけど、でまた国が認めなかったりするらしいですが、本当に、無認可の形でね今、増えてるんだそうですね。本当に、ロシアにも神の恵みが豊かにあることを本当に祈りたいと思います。さあ、聞いてください。これは、小坂忠さんですね。主は御座におられる。
は御座におられるでしたね。いい歌ですね。はい、主は御座におられるでした。いい歌ですね。さあ、神様が私たちにですね、素晴らしい、愛を注いでくださってますね。すべては恵み。もうそして、私たちが何かをですね、努力して、することによって、行いによって何か救われるわけじゃなくて、もうすでにイエス様は、イエスキリストは、恵みの御業を成し遂げておられて、ただこれを、救い主として、イエス様を救い主として受け、信じ、この恵みを受け入れるだけですね。そして恵みが私たちの中に流れ込んできますね。そして私たちが祝福され、本当に神様によって幸せにされ、まあ、そして良い行いをするものへと変えられていくということですけども、自分が、まあ、前に、ね、ゲストにも出ていただきましたけど、ビル・ウィルソンってアメリカの牧師さん、今あのウクライナでも活動されているそうですけども、その支援の関係で、松山、FM 家の松山の、福音センターの万代英治牧師からいつも、月に一度通信が送られてくるんですけど、この中にね、神様が私たちに、持たれている本当に大事なこと、ちょっと5つ書いてあるんで、ちょっとね、素晴らしいなと思ったんで、ちょっとお読みしたいと思います。1、あなたは神様に愛されている。あなたは誰にも愛されていない、いなくてもいい存在だとか、本当にね、そういう偽りの情報が耳に飛び込んで落ち込んだりね、元気がなくなったりね、しますけども、そんなことはないです。神様はあなたを愛しています。本当に心の底から愛してますね。はい。そして2番目、あなたの人生には恵みの計画がある。神様はあなたを、幸せにする、そして平安を与え、希望を与える計画を持っておられますね。はい。3番目、あなたの歩みには必ず祝福が実現します。神様を信じ、神様を受け入れることで、神様が、恵みの計画を立てていらっしゃって、そしてあなたの人生は必ず祝福される。それが祝福が実現する、人生の中で祝福が実現する、神様によって実現されます。はい。4番目、あなたは決して見捨てられない。神様はあなたを決して見捨てません。ね、自分は一人ぼっちだとかね、人から見捨てられてる、そんなことはないですね。神様は決してあなたを見捨てません。5番目、あなたの信じる神様は変わらない。あなたを信じる神様は変わりません。いつもどんな時でも変わらない。同じ愛を持ってあなたに接し、あなたのことを心配し、あなたを本当に助け、励まし、幸せにしたいと願っておられ、そしてそういう計画を持っておられ、必ず神様に目を向けならば、恵みが、祝福が実現する。神様はいつも変わらないお方、愛のお方です。はい。さあ、小坂忠先生の、賛美もう最後聞いてください。これは勝利者ですね。
勝利者、笠原忠さんでした。さあ、リングの時間ですね、ちょっといきなり聞こえてしまいました。さあ、マザーテレサの言葉をいくつか読みたいと。はい、まもなくエンディングですね。いつものようにマザーテレサの日々の言葉から、お読みいくつかお読みしたいと思います。5月19日、平和をもたらすために働くのならなぜ戦争を減らすために働かないのですかと尋ねる人たちがいます。もしあなたが平和のために働くのならその平和は戦争を減らします。私は政治と関わりを持つつもりはありません。戦争は政治の一つの結果ですから、私は政治には関係しない。ただそれだけです。もし私が政治の世界に首を突っ込んだら愛することをやめることになるでしょう。そうすれば私は皆にではなく一方の側に突くことになります。そこに違いがあります。別のところを読みたいですね。5月24日、私が中国に招待されたとき、こう尋ねられました。共産主義者はあなたにとってどのようなものですか。私は答えました。皆神の子です。そして私の兄弟姉妹です。とすると誰も一言も言わなくなりました。完全な沈黙でした。それは本当です。同じ愛の神の御手があなたを作り、私を作り、路上のあの人を作ったのですから。はい、もう本当にいろんなことがありますね。しかし神様はいつも変わらず、私たちを本当に心配してくださり、いつも見つめてくださり、祝福したい、私たちを本当に心から愛してくださってますね。イエス・キリストに目を向けてください。クリスチャンの方も本当にこの恵みをもう一度また噛みしめて歩んでまいりましょう。そしてイエス・キリストをまだ信じてない方、知らない方がいらっしゃったら、本当に今イエス様を心に受け入れてください。あなたが本当に愛で、イエスの愛で満たされますから、素晴らしいことが起こります。祝福が、実現しますね。神様が共に歩んでくださって、神様が心に住んでくださいますね。一人ぼっちでありませんね。素晴らしいことがあります。はい、素晴らしい、この1週間本当に素晴らしい祝福、イエス様と出会う1週間となりますように、お祈りいたします。それではまた来週お会いしましょう。 God bless you。また来週お会いしましょう。お疲れ様です。はい。